怖っ。というわけでコムドットコラボでーす。ありがとうございます。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。あ、コムドットの日向です。コムドットのゆうたです。よろしくお願いします。始めます、始めます、始めます、始めます。うわ、始めます、始めます。君は澤部です。じゃあまあ、アムギリだろ、今日は。アムギリです。ちょっと似てない？若干似てる。アムギリ、若干似てます。髪質とかが。髪質？髪質？確かに髪質似てるわ。今日何をしたいかと言いますとですね、はい、あれ見たことあるんですよ。視聴者さんに切れる動画。はいはいはい、はい。盗撮されて、お母さんも何してんのみたいなやつ。そうですね、ぶち切れますね、ヤマトは。いいっすね。何で言うたバーベキューの？お母さん。お母さん。ダメだって。いくつだよ。お母さんいいよ。大きい声いいよ。あれはいいんですか、YouTuber の中では。個人的にはありだと思ってます。あ、本当ですか。やっぱどう見ても悪いことだし、はいはいはい、俺も動画でなんかふざけてはなんだけど、はいはいはい、決めたこともあるから、すげえちゃんと言える人なんだって。ああ。高評価タイプだし。ただちょっと怖いは怖いんですけど。まあそうですね。やりすぎの部分はありますよね。そう、ちょっと怖いんですけども、はい、それを今日私がされたいと。え、怒られたいと。怒られたい。すごいな。物好きっすね。無駄くらつかまれたいんです。あ、そこまで行きたいんですか。そこまで行けたら一番嬉しい。なんで今日の動画はですね、コムドットさんが今日撮影してくれる現場に、はい、僕変装して、この偽アムギリと一緒に現場に行くんで、はい、もしめちゃくちゃ盗撮する悪質なファンがはじめ社長だったらドッキリでございます。うわー、いや、これはすごい。本当に。死なない？いや、死にはしないと思うんですけど、ブチ入れはすると思うんで、やっぱり。いいね。で、逃げると追いかけられますよ。追いかけてくんの？マジで。普通に50メートル走ぐらいの勢い出してきますよ。結構早いな。この間もセミを撮る撮影をしてて、うんうん、チャリ乗りながら撮った人ですよ、うん。それ追いついて、もう掴んで、説教してたら。チーターかなんかか。誰がどう見てもヤマト君が怒るように振る舞うんで。はい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 。それが実ははじめ社長だったら大和くんどうするんだろうっていう、なんでこんなことしてんだろう俺。いやいやいや、なんでこんなことしてんだろう。例えば大和くんが今後注意した人がさ、お偉い人の息子だったら大変じゃないですか。いや、そうですよね。注意した人がヤバかったらっていうことを想定させてちょっとやってみたいと。相当ヤバいやつで行くんで、はいはいはい、2人ともなるべく笑わないように。あー、オッケーです、オッケーです。というわけでよろしくお願いします。よろしくお願いします。違います。なんか本当はオタクっぽい格好でキモく行こうと思ったんですけど、それだったらちょっと分かりやすすぎるかなと思って、マジでいそうなイキリヤンキーみたいなイメージで行かせていただきます。イキリヤンキーとは。いや、俺結構カツラかぶるとさ分からないって言われるんだよね。いきます。見ていい？どう？なんか頭の上にコンドームみたいについてますよ。なんかそれ。あ、使用済みじゃねえか。ヘアバンドなんですけどね。あーね。いや、ちょっとこれふざけすぎかな。それつけちゃうと。リューチェルみたいになってんだけど大丈夫かな。サングラスだけは立派にシャネルをつけさせてもろって。こんな感じでいきたいと思います。どう？あ、もう絶対わかんない。絶対わかんない？絶対わかんない。誰でしょ、もうこれはもう。よっしゃ、じゃあ、これで写真撮っちゃいまーす。画面すごいな。あれすごい。俺の名前覚えてる？健太さん。ああ、よく覚えたな。え？え、コムドットじゃね？やば、コムドットじゃん。え、待って、ヤマトじゃん。え、すげえ。やべやべ。ヤマトじゃん。え？やば。これ動画撮ろう。すげえ。やばいやばいやばい。こんにちは。こんにちは。やば。こんなことになる。ちょっと、え、動画撮っていいですか？写真撮ってもいいですか、一緒に。いや多分今撮影中なんで。オープニングあれだ。え、いいですか？え、いいっすか？もうちょっと変装できなかったですか？いや、初めてこれはないっすわ。これはない。大先輩だけどこれはないよ。だってデカすぎるもん。切れてよー。
大変。え、そんな分かった？いや、マジこれ完全にお説教すね。待ってくださいなんで分かった？いや、だってデカすぎるっすしかも声はじめ社長すぎるし俺ら挨拶されたんかと思ったわ。でもなんか怒ったじゃん、ほら視聴者さんに。はいはいはい、あのお母さんも含め。はいはい、怒ってたから俺も怒られたいなと思ってめちゃくちゃ悪質なファンを装って近づいて怒った人がはじめ社長だった。ドッキリだった。もうはじめ社長過ぎたね。そうだ、もう今だとはじめ社長が近づいてきた。近づいてくるとダメか。いや、まあ、ある意味ドッキリであるだろう。まあまあそうですね。ここはもうびっくりはした。びっくりはしたんですけど。いい洞察力を持ってるな、山本くん。なるほど、まあ、出直してくるわ。掴まれる想像まで昨日みんなでしてたのに。そうですね。LINE で昨日盛り上がったんだよ。すげえ盛り上がってたのに。グループ LINE で。甘い。甘いだけど。いやもうさっき思いついたみたいに。お前バカ。なんで。だって。だって。お、ヤマトじゃん。いやありえないから。いないからそんなの。どういう手で出てくるのかまではね、俺はもう把握しやがったら。いや話してたんですよさっき。変装ってどんなのなのかなっていう話で。これ金髪とかだったらちょっとキャッチ受けるみたいな話したちゃんとね。アムギリか。あーやった。うちにもアムギリがいてな。アムギリって言います。本当ですか？本当です。ほくられて大丈夫。ユーマに触れずに行く。あーすいません。よろしくお願いします。うわすげえ。コムドットとはじめましてです。はじめまして。帰ります。いやー